ネーションワイドアリーナはアメリカ合衆国のオハイオ州コロンバスにある屋内競技場 NHL のフランチャイズであるコロンバスブルージャケッツのホームである2000年にオープンした2001年から2003年にかけては NLL のコロンバスランドシャークスがホームとして利用し2004年からは AFL の競技も行われているまたプロレス団体 WWE の工業や 総合格闘技、イベント UFC の大会も行われている。2013年の NHL オールスターゲームが開催される予定だったが、ロックアウトの影響で中止。2015年にスライド開催となる。2002年3月16日に行われた、ブルージャケッツ対カルガリーフレームス戦で、エスペン・クヌート戦が放ったスラップショットがディフェンスマンのデレック、 モリスのスティックに当たって方向が変わり、観客席にいた13歳の少女、ブリタニー・セシルの頭部に当たり、彼女は2日後の3月18日に亡くなった。NHL 史上、飛来するパックがファンに当たり死亡する事故が起きたのは初めてのことであった。この事故により、NHL は各アリーナのゴール裏にナイロン製のネットを貼ることを決定した。ありがとうございます。